お前、女と電話してたんだって仕事中に。最悪だよ。何考えてんだよお前は。お前みたいな人間がいるから地球がどんどん温暖化していくんだろうか。お前そうだろ、お前みたいな人間がいるから地球。もう何笑ってんだよ。もう豚人間やれよお前。え、豚人間やれ。ああ豚人間やれ。何やってんだ。ベー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 。何や、何やってんだにゃ。はあ、最悪と。ついた。はあ、なんで怒られなきゃいけないんだよ。温暖化って何なんだよ。だんだん化。はい、はい、あ、そうなんですか。あ、わかりました。じゃあ、すぐに送りました。すぐ、はい、はい、失礼します。ああ、うまくいかねえな、営業も。ててん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 。何してるんよ。腹減った。こすろりのおばちゃん、この世にいるのかな。いないか。仕事しなきゃ。ベルリンの壁、ベルリンの壁崩壊。ついに開眼しました。私は宇宙の始まりからこの世に生まれ、宇宙の終わりを見届けるものです。皆様、より良き人生を歩まれますよう、心より皆様の人生に多くの花が咲かれますよう、心よりお祈りしております。あ、すばらしい、素晴らしい演技でした。今回これでクランクアップとなりますが、大丈夫だったか。大丈夫だったか。やってみてどうでしたか、今回のリクエスト。いや、そもそもこのストーリーが全然わかんないから、はい、話の流れが、はい、役を作っていきたかったんだけど、はい、それがちょっと一個もできなかったよね。すいません。で、最後のだから、はい、開眼する意味もわかんないし、書いてるみんなが悪いんで、すいません。コメントくれて。人のせいにすんじゃないよ監督が。はあ、監督の辰ヶ谷龍二郎です。今回はですね、リクエスト企画のようやく第3弾が動き出したということで、まあ、エヴァンゲリオンの映画版みたいな感じで、そのかなり待たせることにはなってしまったんですが、まあ、ようやくその形にできて、役者のみんなもね、あの頃のモチベーションのまま、やってくれたんで、すごくモチベーション高いものができたと思ってます。まあ今回は石油王とのコラボっていう形もあって、石油王さんも本当に、まあ本当ここだけの話なんですけど、ギャラ1000万なんですよ。それが
出せたっていうのは本当皆さんのおかげで、その皆さんのリクエストで全部台本書いてるんで、その僕の思いっていうのは一つもないんですよ。皆さんの思いをつなげた作品なんですよね。だからこれが評価されるか評価されないかっていうものじゃないんですよ。皆さんが書いたものなんで、そこを間違えないでもらいたいと。あとはまた次の作品がまた何年後になるかわからないんですが、またリクエスト企画っていうものをもしね、楽しみにしてくれる方がいたら、ぜひコメントしてください。コメントを台本にしていきたいと思ってるんで、それでは龍之介でした。メイクオフも取られちゃうの？あ、すいません。いや、メイクしてないと、まあ、ただのおじさんだからね。事務所に確認した方がいいですか？いや、頼むよ、事務所に。ブレイカーって言うんだ。わかりました、ブレイカー、うん、ブレイカーズじゃないですか？ブレイカーブレイカーズじゃない？間違えられるんだよ、ブレイカーズって言ったら。これだよ、お前。ベーベーベー何してるんよ。おばちゃん、この世にベルリンの壁、ベルリンの壁崩壊。いや、まさか俺今日開眼すると思ってなかったから、はい、そのおでこ出す感じの帽子かぶってきちゃってからさ、はい、海岸しながら帰ってたらおかしいでしょ。電車乗ってるのおかしいでしょ。その海岸するならするで言っといてくんないと。そのニット帽かぶってきたから。そしたら俺、すいません、海岸の話聞いてなかったし、はい、あと今日そのリクエストやるって俺聞いてなかったから。はいはい、今後なんで撮ってんの？ありがとうございます。ああ、こっちからこそ、はい、よろしく。今後ともよろしく。はい、リクエストに、いい作品作るんで今後みんな期待しててください。リクエストに穴開けられないんで、やっぱり1年空いただろう、穴。1年穴開いただろう、はいはい、今日はちょっと今日はエチ君っていうメイクさんもついてくれてるんで。目描くだけだろあいつ。この後海岸のシーンがあるんで、お願いします。はい、すいません、お願いします。あ、じゃあ一応財布渡してきます。この財布からジュースを買うシーンがあるんで。ああ、これで買えばいいのね。はい、ジュースを買って、はい、ポッケに、ケツのポッケに入れとけばいいの？はい、これは。あ、それで大丈夫。あ、それでいいんだ。はい、こういうの大事だから、はい、そのどのポッケから出すっていうのでその役柄が変わってきちゃうから。あ、そうなの。